こんにちは、カヌです。今日もですね、オリジナルタオルを作りたいあなたに向けてのワンポイントアドバイス、これをですね、させていただきたいと思います。それでですね、今日はですね、そのオリジナルタオルなんですけども、イベントに使う場合ですね、その時の注意点、これをですね、ちょっとね、お伝えしたいと思います。よくイベントにでお願いしてたんだけども、最終的にちょっと間に合わなかったんですよとかね、うまく出来上がらなかったんですっていう相談をですね、実は展示会なんか出て行ってますとよく受けるんですよね。でやっぱりね、工場に直接お願いして、で納期管理できる工場やったらいいんですけども、往々にして工場っていうのは作るのがね、やっぱメインになって、そちらの方にキーばっかり行ってしまうんで、そのお客さんの納期管理というのはなかなか不得手なところがあるんですよね。それで、我々のみたいなね、会社が出番になるわけなんですけども、やっぱりその辺のね、納期管理であるとか、品質の管理、それっていうのはやっぱり間に入っている商社に、任せた方が間違いないものが出てきてきます。なのでぜひね、工場直接ね、知ってる工場なんかでは全然問題ないんですけど、初めて作るとか、以前ちょっと問題があったんですよということであればね、ぜひ我々にね、まずこの後に出てますフリーダイヤルであるとか、問い合わせフォームからね、ぜひ、問い合わせしていただいて、それで、進めていく、それが一番間違いない問題ない方法かと思います。よく、ね、その辺ちょっと考えて、一つプラスワンでね、考えていただいたらと思います。よろしくお願いいたします。